上運動食ウタニッピーようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらミスタードーナツのコーヒーリンゴとパインマンゴージャスミン、パッションフルーツジャスミンティーを飲みたいと思います。まずコーヒーリンゴは、ちょっと見た目グロいような気もするんですが、どうなんでしょうね。こちら、じゃあ2種のジャスミンはどちらも甘酸っぱそうですね。これは飲むのが楽しみな。それではチャンネル登録よろしくお願いします。ではコーヒーリンゴいただきます。コーヒーの苦味は結構強めで、なおかつちょっと生のコーヒーって言うとおかしいんですけど、インスタントコーヒーをそのまま口の中に入れてしまった時のような苦味がありましたね。なのでコーヒーの苦味が好きというのでも、これはちょっと好みが分かれるかもしれません。で、こちらのマンゴーアンジャスパインマンゴーマシャスミンティーはフルーティーな香り、甘さがしっかりとジャスミンに溶け出ていて美味しかったです。こちらのでもこちらのパッションフルーツジャスミンティーはよりフルーツの酸味が美味しさは強くて美味しかったんですが、ちょっとこの種が口の中に入ってきてしまって、しかも食べないので結構それで手間のように戸惑いますがね。なのでどちらも一長一短といった感じですね。コーヒーリングも普通のどれも一長一短でした。でというわけでコーヒーリングはこちらの点数、ジャスミンティーは、はい、ジャスパッションフルーツジャスミンティーの方がより美味しかったので、そちらをこちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。お楽しみいただけましたが、もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。